クレアモント・コリッチス・コンソーシアム・クレアモント・カレッジズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州クレアモントにある5校のリベラルアーツ・カレッジと2校の大学院からなるコンソーシアムである。マサチューセッツ州の5カレッジ・コンソーシアムや、ペンシルバニア州のトライ・カレッジ・コンソーシアムいった多くの大学コンソーシアムとは異なり、クレアモント・カレッジズのキャンパスは、それぞれが歩いて行ける距離内に隣接している。 すべてのキャンパスを合わせると546エーカーの面積になる。合計8500人以上の学生、約3200人の教員とスタッフを抱え、クレアモントカレジズでは2000以上の家庭が提供されている。この独特なコンソーシアムをフィスクガイドはアメリカでは他に例を見ない知的資源の集積と評している。クレアモントコリッチスマップクレアモントカレジズの コンソーシアム創設は、ポモナカレッジに隣接して1925年に、クレアモント大学院大学が創立されたことにより、始まる。クレアモント大学院大学は、マネジメントの父、ピーター・ドラッカーが長きにわたり、教鞭をとっていた大学院である。特化性、柔軟性、各学生への配慮などといった、小規模大学の利点と大規模大学の機能性を、 合わせ持つことがコンソーシアムの目的とされている。各大学間では単位交換のみならず、他大学でメジャーを取ることも可能である。区分化されたカレッジ制大学のデザインは、オックスフォード大学の影響を受けている。スミスター・サン、ガブリエル・マウンテン、ピーター・ドラッカーは、クレアモント・カレッジで30年間教鞭を取ったこれら5つの、 大学は主に 5CS と呼ばれており、他の2つの大学院大学を含めるときは 7CS と呼称され、それぞれの大学に異なる文化や特色がある。例えばポモナ大学がラーンホーザセイクオブラーニングとリベラルアーツの真髄を追求するのに対し、クレアモント・マッケナ大学はラーンホーザセイクオブルーイングと実学に重きを置き、ワシントン DC の政府機関や、 シリコンバレーテック企業等でのインターンシップや産学共同プログラムが充実している。ハービーマッド大学は理系のみの学理を提供し、リベラルアーツカレッジながら、マサチューセッツ工科大学、カリフォルニア工科大学と並ぶレベルの高度なステムプログラムが提供されている。これらコンソーシアム内では、大学間の横の交流が盛んであり、他のカレッジの授業を受けることやメジャーを取ることも、 可能である。2008年中頃、クレアモントカレッジズはシンガポール国立大学と協調して6つ目のクレアモントカレッジをシンガポールに設立する計画を調整し始めていたが、2009年10月にシンガポール教育省が財政支援案を撤回した。もし実現すれば、リベラルアーツカレッジとしては類を見ないパートナーシップとなった。ポモナカレッジブリッジズホール。 フォーブストップ25リベラルアーツコリッジス・インザ・ US では 5CS は以下のようにランクされた。ポモナ大学1位、クレアモント・マッケナ大学2位、ハーベー・マット大学5位、スクリプス大学16位。タイムズ・ハイヤー・エデュケーション、ベストリベラルアーツ・コリッジス・インザ・ユナイテッド・ステイツでは、ポモナ大学3位、クレアモント・マッケナ大学8位。アクセプタンスレート、 合格率は2016年実績で、ボモナ大学、クレアモンとマッケナ大学ともに9%だった。リベラルアーツカレッジで1桁台であるのは現在、米国では、この2校のみである。東海岸のリベラルアーツのオス・ウィリアムズ大学、また、カリフォルニアという抜群の気候の良さも手伝い、全米最難関な少数、精鋭カレッジコンソーシアムである。 スクリプスカレッジ共有施設には、クレアモントカレッジ図書館、トランクアダ学生サービスセンター、マカリスターセンター、ハントリー書店、食堂、スポーツ施設などが含まれる。クレアモントカレッジ図書館の蔵書数は、カリフォルニア州で、スタンフォード大学、南カリフォルニア大学に次いで3位であるピットザー、カレッジ、ブランチクロックタワー。ありがとうございます。